船日本丸。その美しさから太平洋の白鳥と称され、船の道を志す者なら一度は航海してみたい憧れの船。湘南のセーラーもこの船に特別の思いがあるようだ。湘西大学の航海科に入ろうって思ったきっかけは、まあこの間話したみたいに、船乗りになろうと思ったからなんですけど、もう一つが帆船に乗りたい、日本丸に乗りたい、それが理由だったんですよ。だから子供の頃、11歳の頃から思い焦がれて、で実際に乗るのが卒業の前ですから、22歳の頃ですから、11年越しにやっとこれに乗れたんですね。それで半年間これで訓練をして、太平洋を渡ってっていう遠洋航海もやるんですけど、出航式っていうのがありまして、凍傷令っていうんですけど、みんな実習生がマストにみんな登って見送りに来た人たちにごきげんようってやるんですけど、僕は一番前のマストの一番上のヤードの、右側あそこに立ってやったんですね。それは東京の晴海だったんですけど、懐かしいです。いろんなマストに登った思い出とかいろいろあるんですが、いろんなことを思い出します。じゃあ、ある意味西村さんの学生時代の青春がこの中に詰まってる。そうですね、子供の頃からの夢も学生時代の、青春も全部詰まってる。それが自分が住んでる湘南の近くの横浜にあって、すごいラッキーだなと思いますね。いつも見ることができますよね。久しぶりに中に行ってみましょうか。ああ、ぜひ楽しみです。11歳の頃から憧れた帆船日本丸。仲間と渡った太平洋、俺を育ててくれた大いなる船。確かめるように一歩一歩進む。この船に乗船して最初の3日をかけてマストトップまで行けるようになるんですけど、初日はその最初のステップまで行って、その次が2段目に来て、で3日目にマストトップまで行ってタッチして帰ってくるんですけど、それに慣れちゃうと例えば太平洋のうねりの中でもう楽しく作業ができる。まあでも上行って船酔いするやつもいますけど、それを助けたりね、みんなで力を合わせながら船を動かすっていう楽しさ、まあそういうことを帆船で学ぶんですけど、いろいろ思い出あります。練習船の歌、波の青さに幼い夢に、いつも描いた練習船だ。若い命はコンパス任せ、伊達にゃつけない三つボタン。海の日本その名を継いで勇む男の練習船だ。潮路果てない七つの海をしばし夢見るゆりかごだ。三号室だよ、三号室。すみません。おお、ここだよ、ここ。僕のベッドはここだったんですね。ベッドって言わずにボンクって言うんですけど、こんな狭かったっけな。すげえな。ここに、8人ぎっしり詰まって、港に着くとここで酒盛りをして、狭かったっけ。ちょっと行っちゃうかな。よっ、打て。狭いぜ。うわー、22歳の頃ですね。こんなとこで暮らしてたんですね。いやでも楽しかった、本当に。はい。